弁護士会プレゼンツ隣の弁さん弁さんは大阪弁護士会に所属する弁護士さんでも私にとっては頼れるお隣さんさて今日はどんな話を聞かせてくれるんでしょう大阪弁護士会プレゼンツ隣の弁さん この番組は任せとき弁護士の力すべての町にすべての人に大阪弁護士会がお送りします皆さんこんばんは m b s アナウンサーの西村麻子ですもう連日これに関するニュースを取り上げない日はないのではないでしょうか今日はオレオレ詐欺をはじめとする 特殊詐欺事件についてです実は被害に遭ってしまったリスナーさんいらっしゃいませんでしょうか本当に心配しています今日はですねどうぞ人事とは思わずにしっかりと聞いていただいてそして対策していっていただきたいと思います今日は大阪弁護士会民事介入暴力及び弁護士業務妨害対策委員会消費者保護委員会所属大日野一馬弁護士ですこんばんは おはよう。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。尾井の弁護士はお名前が数える馬と書いてカズマというお名前なんですけれども珍しいお名前ですよね。<laughs> あの伊賀越の仇多内という、はい、あのまあ日本三大仇多内とか言われてるんですけれども、まあ、その仇多内の事件のまあ当事者といいますか、まあうん、主要登場人物にその渡辺カズマ。 という方がいまして、はあ、まあそっからあの名前を取ったんだというふうに父からは言われましたあということ伊賀のご出身なんですか全然違います大阪の出身です<笑><笑>そうなんですか違うけれどもあ素敵だなという歴史上の人物の名前からということなんですねそうですね<ー>はい。ありがとうございます今日はそんな老井の一馬弁さんにいろいろお話を聞いていきますさて今日の話題ですよ特殊詐欺事件被害ですよね本当 に深刻な問題ですよね大阪府警の資料も今インターネット上で見られるようになっているんですけれどもなかなか被害額も大きいですよねそうですねまああの増えたり減ったりではありますけれども、えー、まあ、ずっと高止まりしているような印象を受けますねそうですよねでちょっと気になるのが被害者の年齢性別分布なんですけれども圧倒的に 70代80代の被害者っていうのが多いんですよね。で、女性の方が数が多いような印象です。けれども、これはやはりまあ、高齢の方がお金を持ちですので、まあ、佐々木市の方でもやはりまあ、高齢な方を狙うと。 いうことが多いのかなと思います、うん、男女比については正直よくわからないんですけれども、うん、まやっぱりその家にいらっしゃるのは女性の方の方が多いですのでまあ、結果的に女性の方がその詐欺の対象になっているのかなというふうに思いますでもご高齢の方ってその今までずっと一生懸命生きてきて働いてきて貯めた稼いだお金ですよねそれをこういった形で奪われるっていうのは本当にもう 金額の損失とともに心理的にも傷つくのも大きいのじゃないのかなと思ううんでですすけどもそうですねあの私が対応した事件でも、はい、まあかつて、まあ、ずっとその個人事業をされていて、えー、でそれで、まあ、小規模企業共済として、まあ、ずっと退職金で貯めていたそのお金を結局、全部詐欺の被害に遭ってしまったと<ー>そうするとまあ老後の資金がまるまるなくなってしまったという,ふうな方もいらっしゃいます。ので まあかなりそのお金の損失以上にまああの精神的な被害も多く受けているなというふうに思います実際にその被害に遭われた方は失ったお金を取り戻すというのは難しいろいろとハードルが高いところがありまして、まあ、まずはです、ね、加害者が誰なのかというところから問題になります。はい えーまあ、この特殊詐欺とかでもですね偽名を使って電話をかけてくるところから始まりますので、うん、電話をかけてくる人が一体誰なのか、はい、まあお金を取りに来る人、まあ、もしくはそのキャッシュカードを取りに来る人そういった人も絶対その本名を名乗って言ってくるわけではありませんので結局加害者が特定できないという問題があります。はい まあさらに言うと加害者が特定できてさらに裁判をしてお金を返せという判決が出たとしてもそういった方が資産を持っているのかどうか持っているとしてどこにその資産があるのかというのがわからないですので結局、回収ができないということで終わってしまうということが相当多いと思います。 最近の特徴、あるいは典型的な事件とか、何か形はありますか。そうですね。まあ、特殊詐欺とかは、まあ、かなりその組織的に。まあ、犯罪をしている、まあ、あの集団的な犯罪行為なんですけれども。はい、やっぱり、その中核には、暴力団が絡んでいることが、あの、多く見受けられます。はい、で、まあ、暴力団がですね、入ると、まあ、人を用意しやすいと、うん、まあ、結局犯罪に。 手を染めることを躊躇しない人ということになると、なかなか一般人では、うん、まあ、手を出せないですけれども、うん、まあ、暴力団組織であればですね。まあ、そういったことを躊躇しない人も、まあ、いくらでも周りにいると。もう、そうやって組織的にされてしまうと。例えば、一個人で、たまたま家にいて、鳴った電話を受けただけだと、対抗しづらいですよね。どうやったら、まあ、防げるのでしょうか。 ま,あまずは非通知の電話とととかはは受信しししないいいようううに設定をしてしままの一つあると思います電話番号から身元を特定するというのはまあ,ある程度できることですし、はい、まあそれは当然その詐欺をしている側も知っていますので、うんうん、そうすると非通知では電話ができないということになるとじゃあここはやめとこうかということで、まあ、一定程度その電話をかけるのを止めると。うんうん といちょっとそれでふるいにかけることがでできるわけですね,ですね、えー、他にもありますか。そうですねあとはあの最近よく例えば大阪市とかでもやってますけれどもあの自動通話録音機です、ねうん、まあ無償で貸し出すというようなことをしていますのでそういったものを電話にセットして、まあ、最初に電話かけたときにこの電話は録音されていますというふうなアナウンサーが流れると。 まあそれによってやっぱり一定程度その詐欺師からすればハードルになりますのでここ録音してるなとやめとこ違う番号にしようというふうになりますのでそうするとまあ詐欺被害を受ける短所がなくなるかなと思います。特殊詐欺とはちょっとまた違うんですけれども最近ロマンス詐欺というのもよく聞くんですよね。ここの相談ももありまますすすかそううですねあのこれも最近増えていますうーん 例えば、どんな話がありました。そうですね、ロマンス詐欺、よく、さらによく聞くのは、あの海外ロマンス詐欺と言い,いまして。はいえー 外国人を名乗って接触してくるというのが、まあ、典型例だと思いますまず接触してくるのは、うんまあ、SNS であることが多いですそういう場合は直接の電話じゃなくてやっぱり SNS 経由が多いんですねそうですねあの電話でしたらあの電話番号が相手に知られる可能性がありますので探し、はいまあ、からすると電話をしてくるというのはあまりあの好まないですうんうん、うん、じゃあまず SNS でアプローチしてくる素敵だねとか 君に会いたいみたいなアプローチなんでしょうか。そうですね。まあ、まずあの友達申請をしてきて、で、プロフィール写真はやはりまあ美男美女。うん、で、まあ、あのお金持ってそうな<ー>、えー、海外の要人みたいな。私、結構ニュースでは女性が被害者のニュースの読むことが多かったんですけれども、やっぱり男性も被害者はいらっしゃる。んです、ね、そうですね。あの男女問わず。わずはい、被害増えています。私ね、本当の本当、正直言いますと。 もしかしたら人生に一度素敵な恋が来るのかもって思っていたところにお友達になりませんかっていう申請があったらもうなんかこう無限に断れないというかあちょっと友達ぐらいになってみようかなって思うのは本音なんじゃないかなと思うんですけどそれがダメですかそうですねまあ,あ今大木の弁さんめちゃくちゃ笑ってる今バカにされました <laughs> まああのそうですね、うん、まあその,その可能性がゼロとは <laughs> まあちょ,ちょっと ちゃった、ちゃった。ゼロじゃないですよ。本当、本当にもしかしたらあるかもしれないから、そう,ね、そういう,う。あの、えー、そうですね。あの、ゼロですので。<ゼロ> <laughs> ないですか。海外の要人から、お友達申請は、やっぱりない、はい、ゼロですかな。ないですね。はい。リスナーさんの、大変夢を砕くようで、申し訳ないんですけれども。海外の素敵な美男美女から、お友達になりたいっていう申請があった場合は、可能性はゼロだと。 お井弁さん言い切りましたね私のようなこの幻想を抱くのはやめた方が良さそうですでももうすでに私友達になってしまってるっていう方もいらっしゃるかもしれませんその方の場合これが海外ロマンス詐欺かどうかを判別する確認するのはどうしたらいいですかそうですね、まあ、まず会いたいと言って、うん、会えないという場合は気をつけた方がいいと思います、はい 相手は例えば仕事で忙しくてその日だけはいけないんだまた今度とかいろいろ言ってきますんで、ね、その、えー、とりあえず会いたいって言ってみるそうですね、うん、で会えないって来るっていうのはあれって思った方がいいってことですねそうですね他にはありますか他はまあ電話番号を聞くというのもありますね確かに親しくなってて好意を抱かれてる友達になりたいと思ってるんだったら携帯番号は言えますもんねそうですねそれも言えないあの<ー>電話番号から 身元を特定することができますので、まあ詐欺師からすると身元を特定することにまあつながるような行為は避けますから、まあ電話マンが教えられない、うん、ということになります。でも実際にじゃあ例えばロマンス詐欺に遭ってしまった場合、どうやったらこう取り返せるものなんでしょうか。ロマンス詐欺でお金を取り返すというのは本当に難しいです。うん、もうほとんどもうあの無理ゲーに近いようなあの状況ですね。えっと言いますのは。 まずあの、まあ、先ほどその特殊詐欺でも話が出ましたけれども、はい、加害者が特定でできないです結局相手のことで分かっているのは、ええ、SNS でのまあプロフィール写真であったり、はい、まあプロフィールであったり、うん、ですからその相手が実際じゃあ男性か女性か、うん、何人か何歳か、うん、どこに住んでるかそういったこと全然分からないですので。 結局のところまずこういったロマン詐欺の場合にはもうとととこころででつまずくことがほとんどです。払ったお金はもちろんなかなか戻ってこすということになってしまうわけですね。そうですね。まあ正直どうの段階で相談したらいいんですかね そうですねまあ,あの正直に申し上げるともう相談する前に、はいまあ、そういったことにならないように気をつけてほしいというのが、うん、まあ一番ですけれども、はい、まあ少なくともお金を払う前に、うん、これはおかしいんじゃないかというところで、うん、払っても大丈夫かということを相談していただけるのが一番いいかなと思います。もも、うん、もう泣き寝入りしなないいいたためめににに大切に稼いだお金を失わないためにも 気になった時はすぐに米さんに相談っていうことですね。はい。わかりました。ありがとうございます。来週はですね、さらに小井野米さんが力を入れていらっしゃる活動、そしてプライベートのこともいろいろ伺ってまいりたいなと思います。今週は小井野米さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ここで大阪弁護士会からのお知らせです。大阪弁護士会では第2回憲法週間記念シンポジウム。 離婚後の親子に関する制度のあり方を考える子どもが安全に安心して暮らすためにお開催します離婚後の親子に関する制度のあり方について憲法の視点も入れながら多面的に考えたいと思います日時は7月8日土曜日の午後1時から午後4時で大阪弁護士会にて開催しオンラインでも参加いただけます 詳しくは大阪弁護士会のホームページをご覧ください以上大阪弁護士会からのお知らせでした番組ではメールや該当インタビューで弁さんのイメージ弁護士さんにどんなイメージをお持ちですかとお聞きしていますあなたも一票投票しませんか詳しくは番組ホームページをご覧くださいそれではまた来週 大阪弁護士会プレゼンツ隣の弁さんこの番組は任せとき弁護士の力すべての町にすべての人に大阪弁護士会がお送りしました